皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。ということで、令和になりましたね。めでたい。はい。そして今日はなんと子供の日でございます。いやー、子供の日、何か皆さん思い出ありますか？実は先日ね、プリキュアの収録が毎週あるんですけれども、スーパーに立ち寄ったところ、プリキュアの鯉のぼりがあったんですよ。だからそれを買って、主人公のキュアスター役の成瀬さんにプレゼントをしたら、もう第一声がキラヤバーって言われてスタジオ大爆笑になりました。はい、なんか毎回賑やかな現場ですごく楽しいです。そしてね、もういっぱい話したいことあるの。なんか私多分ゴールデンウィーク中はいろんな人と遊びまくっているんじゃないかなと思います。そして平成のうちに私久々に実家に帰ることができまして、家族とね、仲良く過ごしてきました。なんか父はね、久々にお姉ちゃんが帰ってくると思ったからって言って、私の大好物の牛乳を買ってきてくれていて、で母親はなんか弟と同じ好物のオムライスを作ってくれたんですけれども、なんでかケチャップでバカって書かれるっていう、なんかちょっと不思議なお母さんでしたね。で弟は相変わらず素直でいい子でした。でまあね、あとはもう一人家族である黒猫のクーも、あったかく迎えてくれたと思いきやね、なんかずーっと冷たくて、最終日帰る前日の夜だけ布団の中に入ってきてくれましたね、っていうほっこりしたエピソードたくさんでございます。そしてあと、そう、皆さんこのラジオを聞いているということはもう分かったかな。この番組のタイトルのロゴが表示されていると思います。めでたい。私の好きな緑色でございます。なんと皆さん親切なありがとうございます。そしてね、ツイッターもできたんだって。皆さんよろしくお願いしますね。はい、あとね、もう一個話していいかな。なんかもうすごい長くなっちゃった。私がラジオをやって今やっていますけれども、事務所の後輩の島袋ちゃんも、チャムね、チャムがラジオドットアイをやっているんですよ。そしたらドットアイの方でね、私の話をしてくださったみたいで、私もね、チャムの話をどこかでたくさんしたいということで、私はこのラジオをしながらチャムの宣伝もしていこうと思います。皆さん令和もよろしくお願いします。ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。改めまして、小原こなみです。それではここからは番組宛に届いたメールをご紹介していきます。ココネーム、松戸の二郎さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。ラジオやインスタを含めて初めてココちゃんに送るメッセージになります。おー、ありがとう。自分はスタートインクルプリキュアのキュアミルキーが大好きで、それがきっかけでココちゃんのファンになりました。実は春の映画の新宿と大泉の舞台挨拶も見に行ったりしています。ありがとうね。キュアミルキーが大好きになったきっかけは、なんといってもあのキラキラな変身シーンですね。ココちゃんの歌声と相まってとても素晴らしい演出になっていましたね。毎週虜になっています。調べてみたら、キュアミルキーの変身シーンの原画を、描いた方が板岡錦さんという方で、過去の歴代プリキュアの変身シーンをたくさんお書きになっているすごいアニメーターさんみたいです。プリキュアになれただけでもすごいのに、そんな素晴らしいアニメーターさんが描いた絵で毎週変身できるなんて本当に最高ですね。何か変身シーンでのエピソードや裏話などありましたら、ぜひとも聞きたいですというお便りをいただきました。ありがとうございます、松戸の二郎さん。そっか、映画の舞台挨拶2カ所も来てくださったんですね。
ありがとうございます。そして知っていますよ、板岡さん、とても有名な方なんですよね。一緒にね、いつも収録している時に、主役のキュアスター役の成瀬さんがね、板岡さんの絵はもう見たらすぐわかるっていうぐらい、なんかもうプリキュアマニアの方なので、で、プリキュアも春頃に映画があったんですけれども、その時の打ち上げと、あとは先日プリキュア の打ち入りが実はあったんですね。で、その際に私実は板岡さんにお会いしておりまして、たくさんお話をしているんです。もうなんか最近はお会いすると、あ、小原さん、あ、板岡さんっていう仲になっています。そう、板岡さんのね、もう愛のこもったあの変身シーン、私は毎回うるうるしながら見ています。で、声を当てるアフレコの時にも実は色のついた変身シーンは流れるので、いつもね、メンバーで、すごいね、ここのシーンもすごいね、ソレイユもここもセレーナも綺麗だね、スターも可愛いね、とかって話をしているんですが、板岡さんとお話ししている時に、やっぱり、すごく、歴代の、選手もそうなんですが、今回のミルキーもたくさんこだわってくださったらしくて、先方さんから、ある程度の指示はあるそうなんですよ。ここはこういう絵で。で、最後はミルキー、ハートマークのポーズを撮っているんですけど、そういったポーズの指定はあるそうなんですけれども、見てくださった方わかるかな？ミルキーがね、ほっぺをぷーって膨らまして、触覚が、こう、変わるシーンとかもあるんですけど、あそこ実は、指示だと、なんかこう、ギューって目をつぶってるとかっていう指示だけだったそうなんですよ。だけど、ここプーって膨らました方が可愛いって思って、自分のオリジナルにしたんだとか、あとは、キュアスターとキュアミルキーは、二人とも片足タイツなんですけど、そこも、タッチしたら自動的に、カラータイツに片足なるっていう設定だったらしいんですけど、ここはなぞった方が、可愛いと思うとか、たくさん板岡さんのアイディアが、詰め込まれた素敵な変身シーンになっているので、皆さんぜひぜひ、そこも含めて、またご覧になっていただけたらな、と思います。ありがとうございます。では続いて、読んでいきたいと思います。ココネーム、主食はもやしさんからいただきました。大変共感します。ありがとうございます。ココちゃん、こんにちは、こんにちは。初メールです。いつも楽しく視聴しています。ありがとうございます。突然ですが、ココちゃんに相談があります。はい。僕の子供は今年6歳の幼稚園年長になりました。幼稚園で卒業前にミュージカルをするそうですが、大きなホールでやるので緊張せずにしっかり演技ができるか心配です。そこで、女優経験もお持ちのココちゃんから我が子に演技をする上でアドバイスをいただけないでしょうか。 PS 家ではいつもキュアミルキーの変身の真似を完コピしています。なんと主食はもやしさんの娘さんはキュアミルキーの変身できるんだ。板岡さん、やりましたね。そうなんですね。6歳の年長さん、めちゃめちゃ可愛い時期じゃないですか。そして私も、保育園通っていた時に、こういうミュージカルをやった経験があるので、覚えていますよ。すごく緊張して吐きそうになっていたのを覚えています。ただでもね、やっぱり、こう、支えてあげるご両親が、楽しんでおいでって、の一言を言ってあげるに尽きると思う。なんか、ご両親が、パパとママがそわそわしていたら、やっぱり子供もそわそわしちゃうし、別にね、舞台上で噛んだっていいんだよ。だからなんかあったかく見守ってくれたら多分、お子さんもね、何ちゃんって言うんだろうな。その子も多分思いっきりやると思いますよ。で、多分舞台上に上がったら、パパとママを探すと思うんですよね。きっと。子供だったら。だから、もし目があったら、頑張ってねーってこう、なんかこう、ジェスチャーっていうか、送ってあげたら、多分お子さんは安心するんじゃないですかね。いいな、私も見たいな。その子に伝えてあげてください。笑顔で一生懸命頑張ってねって伝えてあげてください。
ありがとうございます。では続いて読んでいきます。ラジオネーム国陽さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。先日発売されたかぐや様は小倉世帯2巻に同封されたチカッとチカチカのフルバージョンを視聴させてもらいました。最初に聞いた時は感想でお茶を吹き出し、2番を聞きながらゲホゲホと咳込むほど笑わせてもらいました。何度か聞いていくうちに藤原初期の可愛さに耳が溶けそうになりましたが、収録のお話や歌詞を見た印象などをお聞きしたいですという温かいメールをいただきました。ありがとうございます。感想でお茶を吹き出しちゃったの大丈夫ですか？でもメールが打ててるってことは大丈夫なのかな。はい。で、国陽さんの他にもうたぴょんさん、あとおさりんさんかな、あとチョイミンさん、インスタントシュガーさん、 FC さん、かぐやさんからもあのチカッとチカチカを聞きましたよっていうメールをいただきました。皆さんありがとうございます。そうですね、なんかもう気がついたらたくさんの方に聞いたよ聞いたよっていう連絡をいただけまして、私も非常に嬉しいです。そうですね、チカッとチカチカをあのアニメの3話のエンディングで流れたものなんですけど、その部分を収録したのは実は去年の12月だったんですよね、確か。で、いやね、歌詞を拝見した、まあ、その時すでに2番の歌詞もできていたんですよ。でね、見たら原作ファンの方はわかると思うんですけれども、ちゃんとアニメは5巻までが映像化されているんですね。ちゃんと5巻までに出てくるチカちゃんといえばっていうフレーズがたくさんこうなんだろう、言葉として歌詞の中に入っていて、すごくね、愛情を感じる歌詞と、あとみんながね何度も何度も聴いちゃうっていう曲、すごいでしょ？あのリズム、私初めて来た時すごくプレッシャーだったんだけど、収録現場に行った時に、もちろんかぐやさんチームのスタッフさんもそうだけど、曲を撮ってくださるスタッフさんもね、ものすごく優しくって、なんかもう緊張せずに、もう小原さんが藤原ちかちゃんなんで、音を外しちゃっても全然いいんですよ、楽しく歌ってくださいって言われて、もうそしたらなんか緊張が解けて、私もちかちゃんとしてね、なんかすごく楽しく、なんか頑張って歌ったっていうより楽しく歌ったっていう記憶の方がすごい残っていて、だそのやっぱ楽しく歌ったからね、そのスタッフさんも楽しそうだったって言ってくださったし、あとは聞いてくださった方にもそれが伝わったのかなと思うと非常に嬉しいです。あとね、たくさんいろんな方からチカッとチカチカのダンス、小原さんは踊れるの？っていう質問もいただくんですが、そうだね、もしそういう機会があったらできたらいいな、と思って密かに練習したりはしていますが、まだお披露目をできるほどのね、完成度ではないので、陰で頑張りたいと思います。ありがとうございます。では続いて読んでいきたいと思います。ココネーム、なんてこった山口さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんごきげんよう。ごきげんよう。平成が終わるにあたって自分なりに平成で好きな曲を振り返っていたのですが、その時に自分が中学や高校の時にヘビロテしていた曲って未だに歌詞も覚えている曲が多いことに気がつきました。ココちゃんが中学や高校の頃にヘビロテしてて未だに歌詞を覚えている曲などありますか？というお便りをいただきました。ありがとうございます。そうですね。いや、もう平成終わってしまいましたね。確かに曲の歌詞を覚えてる。あるな。私、今もすごくよく聴いているアーティストさんだと、スピッツさんとか、あとは ELT さんとかも大好きなんですけど、小さい頃から父の影響で、ビーズさんの曲をすごく聴いていて、いつも車に乗っている時に父が好きで CD をかけていたんですよね。だから、
その曲はたくさん聴いていて今でも好きですね。あとは中学の頃だと、当時だとあのドラマの花より団子がちょうど人気で放送されていた時期なので、あの嵐さんの曲だったり、あとは大塚愛さんの曲だったりはもうあの懐かしいなって思って今でも聴いていたりします。なんか時が経つのは早いですね。皆さんなんかすごい覚えていて好きだ、これこの曲好きなんだよっていうものもしあったらぜひ教えてください。ありがとうございます。では続いて、ココネーム、ゆうこは幼女じゃないよさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは、メールを書いている今日、とあるアーティストさんのミニライブに行きました。その際、会って5回目の友達と行きました。ライブは大盛り上がりで、私もノリノリで手を振ったり愛の手を入れたりしていました。その友達からはもっとおとなしい子だと思っていたけど、ノリノリで愛の手も入れるところを見てパワフルな子だなと印象が変わったと言われました。確かに私は好きなことに対しては積極的に動き、逆に興味のないことは控えめだなぁと思いました。ココちゃんは誰かから印象が変わったと言われた出来事はありますか、というお便りをいただきました。ライブに行ったんですね。私はあまりあのライブに行った経験がないので、あの去年かな、去年あの遠山奈央さんのあの武道館でのライブだったり、あとは魔法陣ぐるぐるの時にお世話になった俺様さんのライブに行ったことがあるぐらいかな。だからね、行ってみたいんですけどね。いいな、羨ましい。そしてそうなんだね、私お渡し会でゆうこは幼女じゃないよさん初めてお会いしたんですが、そうだね、すごいいつもなんか前の方の席で嬉しそうにこう目をキラキラさせながらお話を聞いてくださった印象がすごく残っていて嬉しかったのを覚えています。そして印象が変わったと言われたこと、正直特にはないんですけど、母に言われるのはやっぱ声の仕事を始めてからなのか、なんだろうな、普段の会話の声にも多分声に張りが出てきたのか目立つって言われて、で仕事場をしてるときは声優さんたちとお仕事をしているから何とも感じないかもしれないけど、ちょっと前、声優の仕事を始める前のあの声と始めた後の声が、やっぱ仕事をしてない時の声もなんかやっぱ変わってきたらしいんですよね、母が聞くと。だから地元に帰った時にあんまり大声で喋ろうとすると、ちょっと静かにしてってよく言われます。なんだろうね、やっぱり私たちは声の仕事だけれど、皆さんもやっぱそれぞれ仕事をしていくと、なんか少しずつこう印象というか、なんか変わるものがあったりするんですかね。自覚はないんですけれどね、なんかそういったことはよく言われますね。ということで、たくさんメールをいただいたんですけど、普通オタはここまでとさせていただきます。そしてここからはあの大好きなコーナーをやっていきたいと思いますよ。そうだ、川越に行こう。おやおやってこの BGM を聞いて思う人はいないよね。私も初めて聞きました。はい、こちらは、おすすめの川越のスポットや川越でのエピソードなど川越に関するメールをご紹介していくコーナーです。ということで、どんどん読んでいきたいと思いますよ。ではでは、ココネーム、あかね空さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは、毎週癒されております、ありがとうございます。ところで、先日話題になっていた川越丸広百貨店の、屋上遊園地が建物の工事のため9月1日で閉鎖になることをラジオで知りました。屋上に、観覧車がある百貨店は日本でここが最後になるようです。工事が終わった後ももう観覧車などの、屋上遊具を作る会社がないため復活はしないとのこと。
ここちゃん、早く行かないと。ちなみに、ピンクの観覧車に乗ったカップルは結ばれるという川越伝説があるそうです。というメールをいただきました。ありがとうございます。で、茜空さんの他にもね、このハモさんからもね、同じようなメールをいただきました。そうなんです。前回、前々回かな？以前、その川越に関する、お便りをご紹介したときに、ちょうどそのね、丸広さんの、遊園地のお話をしたんですけれども、そのメール、はい、ラジオの配信されて、多分、1週間経たないぐらいで、閉鎖しますってなんかニュースが流れていて、私もびっくりしました。でね、みんな、この、ラジオを聞いてくださって、リスナーの方は、たくさんの方から、インスタの方にね、ココちゃん、あの遊園地閉まるんだってっていうお知らせをたくさんいただきました。いやー、非常に寂しいですね。昔からあるものがどんどんなくなっていくというのは。で、やっぱりね、閉鎖されるって発表があってから、やっぱり一目見たいっていう、観光客の方だったり、あとは多分地元の方ほどやっぱ行かないっていうのあるじゃないですか。だから、今ね、聞くと混んでいるらしいですよ。だから、私も、近々、月が綺麗で、姉妹役でお世話になった、りょうちゃんこと前川りょうこさんと、二人でね、姉妹の旅をしていきたいと思います。ぜひね、このラジオを聞いてくださっている方で、行ってみようかなと思う方は、今の時期もいいけど、夏の時期だったら7月からは、氷川神社の方で風鈴のお祭りが今年も開催されるそうなので、その風鈴を身がてら、このデパートに行ってみたらいいんじゃないでしょうかね。きっと楽しい思い出になると思いますよ。そしてね、ぜひカップルの方は、ピンクの観覧車だって、乗ってみたらいいんじゃないかな。私は行ったら、りょうちゃんと二人で乗ろうと思いますよ。はい。ありがとうございます。では、続いて読んでいきたいと思います。ココネーム、りょうちんさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。先日、一日休みの日があったのを利用して、川越に行ってきました。おー。当日は小江戸川越春祭りの開催期間中であり、また天気もいい日だったので観光客の方々で賑わっていました。テレビアニメ月が綺麗でもおなじみのスポットを中心に歩いて回ったのですが、最初に訪れた熊野神社でココちゃんが描かれた絵馬と月が綺麗の監督の岸正義さんが描かれた絵馬が奉納されていたのを発見することができました。その他にも月が綺麗のことやココちゃんのことを書いた絵馬がたくさん奉納されていて、一つ一つ読みながら、温かい気持ちになりました。氷川神社や、駄菓子屋横丁、陸上部三人娘の溜まり場などを回り終え、さて帰ろうと川越駅で電車を待っていると、ホームに入ってきた電車が川越の名所を PR するラッピング車両だったんです。実際に動いているところを見るのは初めてだったので、なんだかラッキーな気がしています。夏になったらまた川越を訪れようと思います。氷川神社の縁結び風鈴をまだ見たことがないので、今年こそ見に行きます。というお便りをいただきました。ありがとうございます。もう、りょうちんさんあれだね。ドットアイの頃からメールをくださっている方ですね。ありがとうございます。そうなんだ。春休みの期間中に行ったんですね。晴れた日に今の時期は行くと気持ちいいですよね。また夜もね、風景がガラッと変わっていいんですけれども。そうなんだよ。熊野神社に行くとね、やっぱり物語、月が綺麗の物語に出てきたっていうのもあって、月が綺麗に関する絵馬がたくさん奉納されているんですよ。で、私も今年の頭に初詣っていうことで一人で川越に行って絵馬を奉納させていただいたんで、岸監督もね、後日私の絵馬の横に奉納してくださるっていうこともあったので、多分ファンの方はそれを見て喜んでくださる方が多かったのかなと。で、先日行った際は、もう行くたびに絵馬が、私の名前をこう入れた絵馬が、そして月が綺麗のタイトルが入った絵馬が増えていて、もう非常に
嬉しいです。私勝手にあの熊野神社はパワースポットだと思っているんですが、あのね、神社に行って号泣するっていう経験は人生で初めてでした。本当に皆さんありがとうございます。そしてあのこの他にもたくさん、あの今度川越に行くからおすすめスポットを教えてくださいっていうあのメールをいただいたんですけれども、ぜひね、熊野神社そして氷川神社は訪れていただきたいなと。ちょっとね、場所が離れているんだけど、でも歩いててもすごく楽しいので、ぜひ歩いて行っていただきたい。あ、まあ難しい人はバスでもいいんですよ。はい。であとは駄菓子屋横丁もすごく楽しいので行ってみてください。そして私羨ましい、あの川越の PR のラッピング電車まだ見たことがないんですよ。いいな、私もあの黄色い電車だったかな、普段は。あれ、そっちは本川越の電車かな。なんかラッピングがこんな感じだっていうのはインスタグラムとか、あとはあのネットの方でも見たことがあるので、私もぜひ、あれいつまでなんだろうね、やってる期間中にぜひ見に行きたいと思います。ありがとうございます。ということで、ここまでとさせていただきたいと思います。皆さんぜひね、あの9月1日に閉園してしまうワンパクランド、ぜひ行ってみてください。まだこの他にも川越のおすすめスポットだったり、川越にまつわるお話あったら、ぜひぜひメールお待ちしております。小原好みの心置きなく、お別れの時間が早いですね、来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合は、ココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルはKOKORADI となっております。私への質問や普通歌、コーナー宛てのメールなど、いろんなお便りお待ちしておりますよ。ということで、あっという間でしたね。そして令和からも皆さんよろしくお願いしますね。そしてこの記念すべきタイミングでツイッターも始まりましたので、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしていきましょう。バイバーイ。